はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。私は中国から商材を仕入れて、アメリカアマゾンで売りましょうぜということを一つの主軸として物販コンサルタントをしているんですが、コンサルティングをはじめ、とにもかくにも最初に行うことっていうのが商品リサーチなんですね。ただ、そう、商品リサーチを始めた途端、生徒さんからこの質問をいただくことがあるんですよ。先生、何から調べていいのかわかんないんですけど、何の商品から調べていいのかわかんないんですけど、と言われることが結構多いんですね。今回は、この発言が出てしまう前提となっている考え方、要するになんか誤解している部分があるから、難しく考えすぎちゃってるってところがあると思いますので、今回はその前提になっている誤解ポイントについて説明させていただきます。登山に例えてみるとわかりやすいと思うんですが、通常は、登りたい山があるから登山するんですよね。でも何から商品調べていいのか分かんないですよって言ってる方って、登山はしたいんだけれども、登りたい山が分からないっていう状況になってしまっている。これって本来はありえないことだと正直物販講師やり始めた当時って思っていたんですが、でも大切なのはありえないじゃんじゃなくて、そう言っているという事実をどう講師として受け止めるかっていうことだと思うんです。じゃあこの、登りたいんだけど登りたい山がわからない、登山したいんだけれども登りたい山がわからないって言ってるのはどういう状況なのかっていうと、答えは実は意外と簡単なところにあって、登山の場合だと富士山がすごい高い山で登るのが難しいって誰でもわかってることですよね。で、高尾山っていうのは東京にある山で、みんなよく遠足に行く、小学校の時に遠足に行く山なんですけど、ここだったらケーブルカーもあるし、まあすぐ簡単に頂上まで行くことが比較的できる山なんで、高尾山だったら登りやすいっていうのはみんな知っていると。ただ商品リサーチ、物販の世界の中だと、どの商品っていうのが富士山で、どの商品っていうのが高尾山なのかっていうのがわからないからこそ、登山したいんだけど登りたい山がわからない。物販やりたいんだけど商品リサーチしたいんだけれども、どの商品を調べていいのかわからないっていう状況になるっていうことなんだっていうことが、ようやくわかってきました。じゃあどうすればいいんだっていうと、答えは実はものすごく簡単で、富士山でも高尾山でもそうなんですけど、その人その人のレベル段階に合わせて行けるところまで行く、出せるやり方で商品を出せばいいわけなんですね。例えば富士山だと5合目までだったらバスで行ける、これ誰でも行けるじゃないですか。だから富士山だったら5合目まで行って、今はこの段階で、あ、富士山ってこういう場所なんだ、頂上、あ、見える見えるって言って、これで満足する、それで十分なんですよね。一方高尾山も簡単な山だとは言うものの、麓から徒歩で行きましょうっていうといきなり難易度上がるわけじゃないですか。その商品をどう出すかによって商品の出し方の難易度って変わってくるんですよね。そのポイントっていうのはご理解いただければ幸いです。別の言い方をすれば、絶対にこの商品は初心者向けの商品だとか、この商品は上級者向けの商品だっていうのがびっちり区分けされているわけではなくって、その商品をどう出すかによって難易度っていうのはいくらでも変わりますから、なんかとにかくこの商品出しちゃったらいきなり富士山の頂上まで登るようにしんどくって、この商品だったら高尾山をケーブルカーで登るように楽でっていうふうに決まってるわけではないっていうことを腹に落としていただくだけでも、この商品選んだらこれなんかもしかしたらすごいジョーカーなんじゃないのかとか、この商品だったら誰でも稼げるんじゃないのかとか、そういった変な前提条件、誤解っていうのが払拭できると思うんですね。そのポイントぜひ腹に落としてください。と、ここまではいいんですけど、この何から調べればいいのかわからないっていう発言が、今からお話しする3つの前提条件の何かから発せられている言葉だとすれば、超要注意なんですね。まず1つ目、とにかく楽して稼ぎたいよって考えているからこそ、楽して稼げる商品くれよと、自分は何から調べていいのかわかんねえんだから先生楽して稼げる商品くれよって言ってる状況なのであれば、その方はそもそも物販やらない方がいいです。やめた方がいいと思います。何でもかんでもですね、商売っていうのは堅実で三方よしの商売っていうのは、地味に地道にしんどいことっていうのはたくさんあるわけですよ。それをとにかく楽して稼ぎたいという一心でたまたま物販をやってるのであれば、その方は物販をやる資格がないと個人的にはきつい言い方すると思ってるんですよね。だからそういった方は宝くじを買うとか、オレオレ詐欺をやったら儲かるんじゃないかとか、そういった発想と同じになっちゃってますから、物販をやる必要がないというか、物販の世界に来てほしくないなと個人的には思ってます。やはり我々商品売る側ですけれども、買うお客さんがいらっしゃるわけですから、その方にとっても笑顔になれるような
商売をすべきなんですね。自分が稼げればいい、楽して稼げればいいっていう発想で初めから望んでしまうと、その考え方、顧客目線には至らないので、そういう方は物販界からはビュー排除っていうふうに個人的には考えています。続いて2点目なんですが、特定の商品に対するこだわりがないから何から調べていいのかわからないという方いらっしゃいます。これって往々にしてグレート、良い場合っていうのが多いんですよ。初回テスマっていうのは、だいたい3、4カテゴリーから2、3商品ずつちょこちょこと出していくっていうのが王道だし、基本だし、これは守っていただきたいと考えているんですが、逆にこの商品にこだわりがあるぞっていう方は、その商品ばっかり出そうとしちゃうんですね。例えば、長財布、本革の長財布だけ出すぞみたいに考えちゃって、初回テスマに臨もうとする方いるんですが、それって総崩れのリスクがありますから、かえって特定の商品に対するこだわりがないっていうのは、物販のセラーとすれば素晴らしいことだったりするんですよ。ただし、好奇心と柔軟性っていうのが備わっていればこそではあるんですね。こだわりがないから、いろいろな商品に好奇心があると、興味があると。だからちょこちょこ出すぞっていう発想だったらいいんですが、物品に対して、物に対する好奇心もなければ、柔軟性もないっていう状況であれば、それはそれで問題になってしまうので、ぜひぜひご理解いただければ。かつ、この好奇心プラス柔軟性って書いたんですが、それプラス、ここ、ちょっとわかりづらいですけど、能動的に進めるかどうかっていうのもものすごく大切なんですよ。こだわりがないから自分はもうダメだじゃなくて、こだわりがないからこだわりがないなりにいろいろなカテゴリーを調べていこうと。で、何でもかんでも人に聞いてどうこうしようじゃなくって、自動的ではなくて能動的に進んでいこうっていう考え方があるのであれば、この特定の商品に対するこだわりがないという一つの皆さんの個性、特性っていうのは素晴らしいものだと考えています。あと最後、これは一つ目のとにかく楽して稼ぎたいと似ている考え方なんですけれども、魚が欲しいのか、魚の釣り方を教えて欲しいのかっていう部分、これ大切なんですね。どういうことかっていうと、儲かる商品くれよっていう考え方に基づいてこの発言をしているのであれば大罰です。コンサルタントっていうのは、コンサルティングっていうのは、魚をあげる商売じゃないんですよ。私がやってるコンサルティングっていうのは、魚の釣り方を教える、要するに、はい、この商品売れますからこれ出してくださいね、この商品がいいですよっていうふうに、個別具体的な商品を生徒さんに差し上げるのがコンサルティングではなくって、その商品の、まあ、釣り方ですね、言い方は悪いけれども、見つけ方、釣り方っていうのをお伝えするのがコンサルティングなんですね。もし私が一生懸命自分で見つけてその商品を生徒さんに配るのであれば、生徒さんがその商品出しても二番煎じになってしまいます。先生に言われたからこの商品だぞっていう受動的な考え方、依存的な考え方で物販やっても、物販セラーとしては独立独歩進んでいけませんし、何よりも先ほど申し上げた顧客目線っていう観点から考えると、私が一生懸命好奇心や柔軟性を持って調べた商品は私が出すべきなんですよ。私が調べた商品なんだから、自分が出した方がお客さん目線の商売絶対できますから、それを、ああ先生がこれ調べてくれたんだから自分出そうっていう考え方で商品出しているのであれば、その人は出す資格がないと思ってるんですよ。二番煎じやったところでダメなんで、私のロボットになるのではなくて、各自の個性を生かした商品の見つけ方、釣り方っていうのを学んでいただくのがコンサルティングなんですね。だからとにかく商品先生くれよと、儲かる商品先生が見つけてくれやいいじゃねえか、いいじゃねえかっていうふうに思ってる方は、それ物販じゃないです。それ投資なんで、何かしらの投資信託か何かをやってください。物販をやりたい、私は物販セラーの仲間を作りたいのに、そういった発想で私の方に来られちゃうと、それは私のコンサルティングの範疇ではなくなってしまうんですね。投資信託だとか株式を買うだとか、そういう発想になってくる。他の人にお金を預けて、で、商売してくださいよって言ってるのと同じ発想なので、この物販か投資かっていうのは全然違いますし、私はその人に魚をあげたところで、その人は翌日飢えるだけだから、魚の釣り方を教えた方が、その人が一生稼げる環境を作れるっていうふうに思ってやまないんですね。だから、この魚が欲しいんですっていう言い方をされちゃうと、私は、あ、これは自分のコンサルティング担当としての責務からは完全に逸脱する、乖離してしまうっていうふうに考えています。あくまでも魚の釣り方を教えるのがコンサルティングであり、私はそれが好きだから物販セラーの仲間を作りたい。要するにみんなで一緒に魚釣りを一生したいって考え方でコンサルタントをやってるので、そこはね、ぜひ履き違えないようにしていただきたいなと考えております。
はい。では最後に何から商品調べればいいのかわからないとおっしゃっている方が、こうやって調べたらいいですよという実際のやり方について一例ではあるんですが、紹介させていただきます。富士山と高尾山の話についても、文面だとよくわかりづらいとこあったと思いますので、こちらのリサーチ画面で実際に商品を見ながら説明させていただきますね。Amazon.com で販売するのであれば、Amazon.com、米国 Amazon、日本 Amazon で販売される方は日本 Amazon、各プラットフォームを開いてください。商品を販売するサイトの情報っていうのが一番わかりやすいというか、買い付けに直結するような情報が満載されていますので、アメリカアマゾンのトップページバーって見ていくとですね、気になる商品って大体一つや二つあると思うんですよ。で、その商品の容積重量がどうかだとか、あとは飛行機に乗せるルール的にどうかだとか、そういうことは無視して、もうとにかく気になった商品クリックするんです。私これが気になりました。はい。で、なんだかよくわからないですけれども、とにかくレコードを聴くプレイヤーだと、スーツケースタイプのターンテーブルの類似品を調べるのであれば、このキーワードを入れて、まあ、実際に入れてみましょうか。このキーワードをとりあえず Amazon のトップページからポコッと入れて、調べていけばいいんですけれども、これ類似品早速出てきますよね。いいんですけれども、今回は、そもそも別にこれを調べようと思ったんじゃなくて、なんか気になったからとりあえずクリックしてみただけの状況なんですよ。じゃあこの先どうすればいいかというと、答えは簡単で、この一般名称、以外のキーワードを入れて検索していくんです。例えばこれバーって見てみると、なんかこの青がめちゃめちゃ綺麗ですよね。この色の名前とかで検索するんですよ。一般名称だと類似品しか出てこないですから、色の名前で検索すると見てください。ターンテーブル以外が当然なんですけれども、アクアターコイズ関係の商品っていうのがたくさん出てきますよね。で、この中だったら、料理の鍋をつかむミトンだとか、あとは風船だとか、これも仕入れられますね。で、こういった食品が直接手につくようなものっていうのは、特に日本だと仕入れることは難しいんですが、まあこういった商品も出てくる。あと、こういうバスタオルだったら、そんなにたくさんのセットにしなければ、それなりに例えば3枚セットとかであれば、容積重量的には問題なく売れますよね。あと、カーテンもでっかいものは容積重量を折りたたんでもでかいで、うんっていうところはあるんですが、とにかくその容積重量だとか、利益がどうだとか、商標登録がどうだとか抜きにして、例えば色とか素材とかそういったキーワードで検索するとカテゴリーから一気に抜け出すことができて、アパレルも出てくるし、なんかコップを置くようなコースターですかねも出てくるし、文房具も出てくるし、理念関係も出てくるし、なんかちょっとしたライトも出てくるし、壁掛けのクロスも出てくるし、いろんなもんが出てきますよね。で、富士山に登るのか、高尾山に登るのか、富士山に登るとしてもどういう登り方をすればいいのかっていう話に言及しますが、例えばですけれども、このタオルを買い付けるのいいなって思った。で、6枚セットだと結構な容積重量になっちゃう。これを富士山だとすると、6枚セット、富士山の頂上まで登るのは容積重量的に難しいけれども、4枚セットであれば梱包サイズ的にも、まあまあ大型商品に入らないからいいよね、みたいな形でできる範囲で商品を買い付ければいいということですね。ですから、この何でもかんでもこの商品だから OK、NG、もちろんそれ自体もあるんですよ。ソファー本体はダメだとかあるんですけど、そうじゃなくてちょっと視点を変えてみる。っていうのが、その富士山は目指すのは目指すんだけれども、その途中までだったら自分の登り方で登ることはできるよねっていう話になります。少しでも今回の動画ご参考になりましたら、高評価、チャンネル登録の方お願いできれば幸いです。最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。